水俣病というのがあって、我々からすればもう過去のことでも終わって解決してることなんじゃないかなっていう感じで言ったんですけど、それがもう親子3代にわたって、なってる現状を見た時に、ここで水俣の方がおっしゃるのは、その水俣の経験を生かしてそれが福島の場合20年で解決できるかもしれない、30年で解決できるかもしれないっていうようなメッセージをもらった時に、ぜひこの水俣で体験してきた経験を多く知ってもらいたいなと思って、今回の復興セミナーの方を企画しました。大きな会社に依存せざるを得ない地域の縮図といいますか、住民同士がその窒素というのを間にして、窒素をその言ってみれば恩恵を受け入れている側と、本当にやむにやまれずも生きていくギリギリのところでですね、被害を受けたというところが住民同士もこう反目し合うといいますか、で地域のこう絆とかですね、共同体がどんどんこう分断されて破壊されていくという現状がありました。ようやくですね、50数年経ってそういう絆をですね取り戻そうという動きも今始まっています。長い時間がやっぱかかるんですね、復興といいますか。ですね、水俣はまだその現在進行形でまだ苦しんでいる部分もあります。今日はそういうですね地域が分断されていく過程と、あとそれをどんなふうにその絆を結び合っていくのかというのをですね、話をしたいというふうに思っています。ですので、決してそのすぐ終わるわけではなくて、すぐ安心とか安全がですねすぐ実現するわけじゃないんですね。私は水俣においてもやっぱり100年とか200年とか長い年月でようやくですね一つのこう結論といいますか結び目にこう到達するんじゃないかなという思ってます。ですからすごく時間がかかる、事件だというふうに思っております。で福島もですね特に原発問題に関しては多分同じような水俣と同じような構図が存在して、多分これから同じようなですねさまざまな苦しみの過程とかがこう起こっていくんじゃないかなというふうに考えています。少しでも福島の、皆様方のですね希望とか勇気とか、そういうところに話ができればなというふうに思っているところです。